どうもこんにちは、大峰です。明けましておめでとうございます。年内最初の配信となる今回は、アフターフェクト用のスクリプト、Loverize It をご紹介していきたいと思います。Loverize It は、レイヤーアニメーションに連動し、ゴムのようなモーションを追加するアフターフェクト用のスクリプトで、揺れの制御にパラメーターとアフターフェクトの標準機能であるパペットピンを利用します。 日本ではフラッシュバックより5400円で発売されていますが、アメリカの本家サイトでは39ドル99セントにて購入可能。ちなみにこの価格は、えー、今の日本円に換算すると約4800円となっています、えー。ちなみにフラッシュバックのサイトでは日本語字幕のついたチュートリアルがあるので、えー、こちらの方を見ていただければ機能の詳細がわかるかと思います。さて、それではラバーレジットの、えー、説明に入っていきたいと思います。まず、えー、同梱しているサンプルデータを使って説明していきます。 ラバーライゼットにはプリセットとして8種類の素材というか動きが入っています。プラスチックやビニール、ラバーなど、えー、まずこちらの方の各プリセットの動きを見ていきたいと思います。ラバーライゼットはいろいろこう動きを表現できるんですけども、メリットとしてはこの8つ以外にもスライダーによる独自,独自の材質の作成が可能であることと、えー、このパペットピン、各パペットピンごとに異なる材質の設定を 組み合わせることが可能になっています。あと、これは重要なんですけども、えー、一度設定しまえば、してしまえば、移動量、スピードに合わせて、その揺れる量が変化するっていう便利な機能がついてますので、わざわざ動きに合わせた揺れっていうのを手打ちで、というか手作業で変えていく必要がないっていうのがすごく大きな、えー、メリットです。 画像やコンポジション以外にもこの揺れの表現を適用することができて、例えばこのサンプルに入っているテキストも同じようにコンポジション化したものであればピンを打ち、そこにラバーライズと適用してゴムのような、えー、効果を追加することができます。見ていただければわかるように拡大、縮小、あと移動、この3つの動きに連動して自動的にこの揺れの動きが追加されています。 今回はせっかくなのでちょっとこう胸をやらすっていう、こう、男性諸子が喜びそうなテストをしてみようと考えましてですね。えまず、え急遽用意した土偶さんを使おうか、それとも、えこれまた急遽用意した金井さんにお願いしようか。 考えたんですけども、えー、以前ずっと前に練習用に書いたヨネコさんに今回お願いしようかなと思ってヨネコさんも呼んで、えー、3人で考えたんですけども、ちょっとね、やっぱり色気の面でね、ヨネコさんの方が適当だろうということでね、今回ヨネコさんにお願いすることにします。まず、ヨネコさんをアフターフェクトのコンポジションに読み込んで、えー、こちらで、ね、動かしたくない部分、 に、えー、パペットピンを打ち、今度揺らしたい部分胸ですね。この2箇所にパペットピンを打ち込み、この2箇所にラバーライズで、イットでカスタマイズした数値を、えー、打ち込んで、設定していきます。今回は胸の動きに、えー、ランダムの動きを追加したかったので、カオスの項目をオンにして、で、えー、フォーミュラー B にして、ラバーライズを、えー、適用しました。 で、レンダリング、いうはランプレビューをしてますけども、これね、結構 CPU の使用率が低いのが特徴で、今は1000%が言ってますけども、普段は200%とか300%とか、せいぜいまあ600%ぐらい、ここら辺をこう、うろちょろしてるっていう、あんまりね、こう、軽快なプラグインや、えー、動作ではないです。はい。で、これは出来上がった、えー、モーションなんですけども、どうでしょうか。こう、結構素早く仕上げた割には、かなり高品位な揺れが表現できてるのではないでしょうか。 いかがでしたでしょうかこれを使えば、えー、もちろんグラフィックだけではなくて、アニメーションとか、えー、ロゴタイプのアニメーションまあそういったいろいろなものにね、こう利用できると思いますんで、今回みたいにまあ胸を揺らすためだけでも購入する方もいらっしゃるかもしれないけども、まああのー、それもまた良しかなと思いますんで、まあ何でもかんでもまずは、えー、この揺らしてみましょう。ラバーライズイットで。